1> 第1回。このクリスマスツリーって、どこに置いてあるのそれを当てるクイズ、インサッポロ。ということでですね、今から全10問、クリスマスツリー、10個のクリスマスツリー見せるんで、それがどこに置いてあるのかっていうのを、えー、答えてもらうっていう感じなんですけれども、問題の、えー、出題が後ろに行けば行くほど難易度は高くなってます。で、えっ、ー、と、その正解数に応じて、称号。これも用意しております。称号表こちらです。はい、どん って感じでも、あらかじめ言っておくと、満点不可能です。不可能に設定しています。なんで、9点取れれば、もうこれ完全にもプロの道民。北海道トレジャーハンター。これ名乗っていいです。はい。だから9点目指して頑張っていきましょう。さあ、ちょっとこれ言ってなかったんだけど、あの答えに関しては、最後に一気に10個ボンって見せるんで、その前にも駆け足で、今からクリスマスツリー10個、見せつけます。じゃあ早速いきましょう。第1問。せーの。 Let's enjoy ski day in summer vacation. はい、来ました。まず1問目はこれです。これはもうね、もう正直言います。サービス問題です。絶対にここで1点取ってください。もう優しさに包まれた問題となっております。小煩悩小煩悩の親です。小煩悩の親のおじいちゃんの家でたくあん食べてる。それを想像して答えてください。いきます。5、4、3、2、1。じゃ、次いきます。第2問。 第2問これ。これもね、まあ、さっきよりかはないのちょっと上がるけど、めちゃくちゃ人気のテーマパークです。特にこの冬になると、もう360度イルミネーションだらけで、眩しくて、えー、目がつぶれます。そういった、えー、テーマパークとなっております。5、4、3、2、1。はい。じゃあ続いて3問目。3問目はこちらです。どン。 ちょっとあの写真ブレちゃ、まあ、ちょっとどころじゃないんですけどだいぶブレちゃってるんですが、ここでちょっとあの難易度上がります。だけど、札幌、主に中央区、住んでる人なら <laughs>、わかるよね。5、4、3、2、1。あ、でもちょっとヒント。おしゃれさんなら、絶対にここ来るよね。5、4、3、2、1。はい。じゃ続いて第4問。第4問目。これだって、 はい。ということで、ね、まあ一気に難易度上がりましたね。トグロだったらもう60%かもしれないです。結構ムキムキってます。えー、ま、ヒントとしては、これもテーマパークで、今年オープンしました。まあ、これだけでもむずいだろうな。俺だったら答えられません。正直言って。でも俺、ここ来ました。っていうか、来た、来たので、写真撮ってるんですけどね。5、4、3、2、1。はい。じゃあ続いて、第5問目。第5問目、実はこれでした。 っていうとこですね。すごい綺麗なクリスマスツリーですよね。イルミネーションが綺麗な。なんですが、えー、残念ながらブレちゃってます。はい。撮影者は私です。5、4、3、2、1、0。カウンター終了。じゃあ6問目いきます。6問目。6問目見えちゃったはい。っていうことですね。まあ、非常にツリーに天かすが垂れ下がっている特徴的なやつなんですけれども、ヒントとしては、 こちらもショッピングモールですちょさっき言わされたまあ言い忘れてもいないんだけどさっきの問題もそうなんだけど決してマニアックなショッピングモールではないですそのうちに生きている人々にしっかりと根付いた欠かせないショッピングモールに来た時にたまたま見えたんで撮ったんですたまたま見て撮ったら気づいたら10個集まったんでこういった動画を作ったんですカウントダウン始めます54321 じゃあ続いて7問,7問目いきます。こっから難易度がぐっと上がります。トグロ80%です。無力だね。じゃあいくよ。7問目。ドンはい。っていうことですね。すごい遠くから撮った1枚なんですけれども、まあこれもちょっとブレってますね。ただ、クリスマスツリーだけじゃなくて、周りのなんかあの雰囲気も考慮して、加味して答えてもらえたらなと思います。ヒントは、 ホテル。これ、どっかのホテルっす。だから、わかんなくても、ホテルの名前適当に書けば当たるかもしれないですね。5、4、3、2、1。はい。やっていきます。第8問目。第8、これはい。っていうことですね。まあ、ヒントとしては、これもショッピングモールです。帰ってきました。モールに。ホテル1回挟んで。モール、ホテル、モールって感じで。ここ、ヒントなんだろうな。ちょっと大きめ。 うん、モールちょっと大きめだわでこの日はたまたまピアノのコンサートが開かれていて、えー、ちょっと聞きました写真パシャって撮ってちょっと立たずちょっとベカ立ちでねベカ立ちで30秒ぐらいして立ってハッて我に返ってえー、後にしました砂煙に巻いたわけなんですけれども54321はい続いて9問目「息きやす」 注文目って何はいっていったところですねこれは相当難しいと思いますねなのでちょっとヒント言います北海道に住んでいたら誰だって聞いたこともあるし見たこともある有名超有名なショッピングモールですでなんでここまで言うかっていうと、まあ、系列店っていうのかな至るところにあるんですよ 〇〇〇、ないなに店みたいな感じのが。で、どこも大体作り一緒だし、多分もしかしたら、置いてあるクリスマスツリーもダブってたりとかすんじゃねえかなって思うんだよね。なんで、まあ、わからなければ、まあ、勘で、どっかのお店ないな店っていうのをか書いてもらえればいいかなっていう感じでいきます。じゃ、5、4、3、2、1、0。で、最後15問目。ラスト。 トグロ100%。これ答えられたら、それでも1点だね。1点だけプレゼントします。なんか10点ぐらいあげようかなと思ったけど、公平性に欠けるんで。これはまあパッと見、なんか車のお店かななんかそんな感じするよね。ここまではわかると思うんですよね。でも、札幌近郊にどれだけの車屋さんがあるのか、そして似たようなクリスマスツリー多分置いてあると思うんだ。これここも系列店なんで。ってなってくると、 お手上げだぜ。うん。ちゃんちゃらおかしい。考えたくもねえや、こんなの。バカバカしい、実に。俺もなんでこんなの取材してるかわかんない。ただの嫌がらせです。はい、っていうところですね。まあ、あの、偶然ね、これ撮影した時に10個クリスマスツリーがたまったんで、おっと、いけるな、というところで、まあ、踏み切った次第なんで、えー、まあ、こうなるのも当然です。もうちょっと頑張ればね、もうちょっといろいろ旅すれば、ちゃんとした取材できるかもしれないんですが。5、4、 3,2,1。はい。ということで、10問発表終了しました。じゃあ、早速答え発表していきます。一気に10問、ドンはい。ということで、まあ、1問目のファクトリー。まあ、これは説明不要ですね。で、2問目、白い恋人パーク。もうね、すごかったね。家族、恋人、観光客。中国人の環境、観光客、すごかったね。入り乱れてたもん、国際的に言葉が。 ていうかさ、今年、去年とね、結構いろんなとこに旅するようになったんだけど、どこに行っても中国人いるね。未開の地みたいなとこもさ、行ってさ、おい、ここも調査してんのかよ、みたいなえ。びっくりすんな、本当に。で、3問目はね、ピボクロスって言って、えっとね、今年リニューアルして別のビルに移行したんですよ。で、それのビルの、えー、っと、入り口かなもうすぐ入ったらあります。 真っ赤なクリスマツリー。で、4問目、ロイズカカオチョコレートの。これもね、今年の8月、5月かなちょっと忘れたんだけど。えっ、ー、と、オープンして。で、俺はね、先月、10、あ、十月だっけなちょっと忘れたんだけど。10月か11月。行ってみたら、もうすぐ玄関のところにこれ置いてあって。あら、やだと思って。とんなくちゃと思って取りました。その1枚。で、5問目、新札幌サンピアーザ。これ光の広場にあります。えっ、ー、とね、今年のね、いつだったかな ?9 月か10月かちょっと忘れたんだけど、なんかおじいさんが、 木の板持って暴れ回ったっていろんな人の頭を叩いたっていう、まあ、そういった事件もあったんですがそんな犯行現場も今やイルミネーションに彩られて華やかな姿を身にまとっておりますよろしくお願いしますで続いて6問目これ丸山クラスでした丸山にありますまあ丸山に住んでるみんななら一度は行ったこと足を運んだことあるざますよねはいということで7問目 ガーデンパレス、まあ、これ特になんか説明ないな。補足も何もないな。まあ、ホテルってこんなもんだよね。はい。っていう感じです。で、8問目。ラソラ札幌でした。いや、あそこめっちゃ人いますよね。ラソラ札幌。いや、A タウンから B タウンへの移行が難しかった。人がいっぱいいて。まあ、家族一番多いですね。うーん。 ビカいてる人多かった、まあ、そんな中10分300円のマッサージチアに、まあ、体をゴロゴロ揺さぶられながら、まあ、ピアノのコンサートを聴くというそんな思い出ですね。ひと夏の思い出です。さあそして9問目これ苗棒でした。苗棒はね個人的に穴場ですね。平岡苗棒穴場なり。マジで。なんかね人が弾く時間が早い気がしますね。なんか7時ぐらいからもういなくなるっていうかね。で人がいなくなればやっぱりあの。 独占できるじゃないですか。あんなおっきな建物を独り占めできるんだもん。走っても、誰にも迷惑かかんないし、怒られない。スライディングも、か。マジで。スライディングしても、おちょっと君何やってんのとは言われないと思うわ。マジで。本当に、ただ単に無視されるっていう。でも、それぐらいがちょうどいいんですよね。逆に、栄えてるで言うと、あの、コトニの方かな。うーん、あそこやっぱ充実してますね。色い々ろいろと。っていうことで、じゃあ最後、トヨタです。 豊田の東札幌店でした。はい。この東札幌何かっていうと、あの、俺,俺ね、ラストラ札幌から、菊水まで、あの、お店場っていうお店があるんですよ。もうその菊水のとこまで歩いて行ったんですよね。地下鉄一駅分です。地下鉄の一駅分歩いて、その、ただ歩いててもね、下見て歩いてても寂しいからさ、いろいろうろうろしな、挙動不審な感じで歩いてた、その成果が出ましたね。おや,おや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 亀山くん。 遠くにクリスマスツリーが見えますぞ。ってなった時に気づいたら1枚写真収めてましたね。本当に本当に気がついたらスマホの中にデータが残ってびっくりしましたね。これどうやって誰撮ったんだと思って。でもじゃあしょうがないと。もうせっかくだからじゃあこれ問題に生かすしかねえなと言ったところではい以上でございます。以上でございますって言った感じですね。